アラザニ川は、コーカサス地方の川。ジョージア東部におけるクラ川の主要な支流で、全長は 351km。ミンガチビル貯水地で、キュル川と合流するまで、一部区間は、ジョージアとアゼルバイジャンの国境となっている。カフェティ州アフメタ市北東部の大高ーカサス山脈南北に源を発する。はじめにアフメタ市街まで南に流れた後、 同州のアラザニ盆地を南東に通る。アラザニ川の流域は、ジョージアにおけるワイン生産の中心地である。ペルシャ人は何、世紀にもわたって、この川から侵入してきた。冬の間は日上がるが、春遅くになると、山脈の雪解け水でかなり増水し、定期的に氾濫を起こす。川の水は主に、灌漑と飲料水に利用される。1990年代には、 中国の投資家たちが、アラザニ川の激しい流れを利用する多くの小規模、水力発電所を建設した。ラフティングの名所として、観光客にも人気である。都市や、その他のコミュニティ、農地から排出される未処理の汚水によって、川は軽度に汚染されている。特に、クバレりとラゴデヒにおける水質は、ひどいと言われる。アラザニ川は、マラニアラザニバレエや、 オールドトビリシアラザニなど、ジョージア産ワインの名前にも使われている、アラザニボンチ、ありがとうございます。